皆さん、こんにちは。今回は市販デスクトップスピーカーのボディが加水分解でベタベタになってどうしようもなくなり、捨てようかと思いましたが、そのまま捨てるのももったいないので分解してスピーカーボックスを作ったので紹介したいと思います。何かの参考になれば幸いです。ボックスは正確に組み立てるのが面倒なので、100円ショップで物色してこんなのを見つけました。フットフレームというもので、部屋のインテリア関連用品です。板厚は微妙ですが、適当なサイズなのでこれをチョイスしました。スピーカーサイズ的にもいいサイズだと思います。まず穴を開けます。このドリル操作は難しいので、ある程度練習した方がいいと思います。ある程度進めたら反対側から穴開けすると綺麗に開けられるのですが、反対側から開けられないのでこのまま進めていきます。ヤスリでバリを取り除き綺麗に仕上げます。ボックスにはいろいろタイプがあるようです。今回はバスレフ型で作ることにしました。単純に簡単そうだったのでという思いです。共振周波数がずれすぎるといい音にならないようですが、どうしていいのかわからないので適当に作ります。ここは自己責任です。ということで、スピーカーの下に穴を開けます。背面には端子をつける穴を開けます。モノラルジャックの穴です。厚みがあってつけられないので穴を浅く掘ります。力を入れすぎるとそのまま穴が開いてしまうので注意します。取り付け穴を開けます。こんな感じでつけることができました。次に側面に板を貼り付けます。木工ボンドを使用しクランプで押さえて固定します。側板も100円ショップで購入しました。ボンドが乾いたら次に塗装をします。サンドペーパーなどで全体を簡単に磨きます。余っていた水性塗料で仕上げました。塗装すると見た目が良くなりますね。乾いたらスピーカーを取り付けます。取り付け位置を決めたらホットボンドで固定します。ネジ止めしようか考えましたが、簡単なのでこれを使いました。だったら側板つけなきゃよかったと後悔しました。反対側が届かないんです。まあ固定できればいいでしょう。意外と適当です。今度はダクトにする塩ビパイプを穴のところにつけます。長さで共振周波数を変えられるのですが、どうしたらいいのかわからないので、立ったままの長さでつけます。これは半径 13mm のパイプを延長接続するタイプのものです。ここもまた反対側が届かず手前側だけつけています。次は配線です。スピーカーからジャックへ配線します。吸音材にはフェルトを使用しました。これを入れると音が変わっていいそうです。入れ方、厚みで変わるようですが、これも適当につけています。次はアンプ基板をケースに実装します。
つまみの部分を出すのに基板が干渉するので切ります。パターンがカットされたので電線で接続します。ケースの中に入れて大まかに配置を検討します。テースも100円ショップで見つけました。100円ショップは便利ですね。印をつけて穴を開け固定します。基板の位置を確認したらキャットスイッチ、ボリューム調整穴などを開けます。昔使った乾電池で携帯に充電する電源が眠っていたのでこの穴も開けます。スイッチやジャックにあらかじめ電線をハンダ付けします。ケースの中に組み込みます。配線をしていきます。ハンダ付けに気を取られ、固定ケースに近づけ焼かない容器をつけましょう。私はよく焼いたりしてます。完成したので動作チェックしてみます。以前と比べ多少響きの違いもあるように感じますが、それなりに聞けるので良しとします。見た目もそれなりですが、以前のプラスチックのデザインよりも一味違った形にすることができて個人的には満足です。というわけで参考になったでしょうか。それでは今回はこの辺で失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。